ちょっとすいません、今日手際が悪くて。よいしょ。あ、大丈夫です。はい。はい、すいません。ちょっと今映像止まってしまってましたね。夜間の移動は基本的に建屋と、車場、移動した車場のところには照明があるんですけれど、途中にはあまり照明がないので、かなり暗い、形となってしまっています。今回の H2A19 号機は、H2A の標準型と言われている202型、SRBA が、横に2つついている形で、4メートルのフェアリングをつけている、一番一般的な H2A ロケットのタイプとなっているそうです。もう少し先に行くとまた照明が当たるんですが、ちょっと若干暗いかもしれませんね。はい。で、当倍映像っていうコメントがありましたので、そこら、基本的に、VAB っていうところから射点までだいたい500メートルあるんですけれど、ここを、おおよそ30分かけて移動します。移動発射台の下にドーリーと呼ばれている、運搬車が2台あるんですけれども、それの最高スピードが2キロぐらいなので、寄せてスローダウンするとか、そういうところも含めて、だいたい30分以内に作業を終えてしまいますので、割と、下の歩いてる人も、徒歩で、テクテクついていくようなスピードで動いています。はい、明日の打ち上げですが、13時36分でしたっけを予定しています。そこからロンチウィンドウが確か10分ぐらいありますので、13時36分から40何分までのおおよそ10分間の間に上がる予定です。今、ちょうど、H2B の時に使う、LP2、射点、第二射点の鉄塔と、今ちょうど被っているところまで移動しましたね。種子島の、この、大型射場には、2つ射点がありまして、H2A を打ち上げる第一射点と、H2B、を打ち上げる第二射程の2つがございます。今日は、この先、今、右の方に光っている、第一射程のところまで、H2A19 号機を、移動させることになります。もうだから半分ぐらい来ている形ですね。だいたい9時半ぐらいからスタートしたんですけれども、今何分だ ?41 分。10分ちょっとで、大体半分以上来てしまっているような速度です。近くで見ると意外に速いです。情報収集衛星には残念ながら相性はありません。今回、打ち上がるのは情報収集衛星、光学4号機。というもので、特に相性などはつかないと思います。そうですね。今、もうちょっと行くと人が歩いてるところとかもわかるかもしれませんね。今、下の方を拡大してみましょう。ちょっと画像が暗くて荒いですが、下に運搬台があって、それがギリギリ見えるかな？どうだろう？もう少し明るいところに行くとはっきり見えるはずですが、で、ここから上にと SRBA もやっぱり昔は JAXA とかペイントがされてたんですが、
三菱さんに打ち上げの、責任が移ってからは無印になっちゃいましたね。で、上に行くと三菱のマークがあってフェアリングという、H2A の基本型になります。一応射点の、あの発射台のところに H2A フライト19っていう文字がついてるのがわかりますね。はい、と言っているうちにもう光の当たるところまで来ちゃいました。早いですね。はい、こうなってくると下も見えやすくいいでしょうかね。どうでしょう。フォーカスがちょっと甘いので、えい、でも暗さがこんなもんか。はい、下に映っている緑のやつがドーリーと言われている運搬車になっています。で、こいつは14軸の54輪出したっけのもので、発射台とロケットをまとめて運ぶ、パワーがあります。はい。と、もう、飛来心のところまで来ました。この飛来心の奥側あたりまでに、発射台を置いて、移動が完了されるような形になります。そうですね。PST って言われている H2 ロケットの時に使っていた整備台、整備棟ですね。が、今までは壁のようにあって、なんだろう、カメラとかで撮る、真正面から撮ると結構映えたんですけれど、今は、去年の末から今年にかけて取り壊しが行われてしまって、今、飛来心と、一部、設備が残るのみとなっております。もう速度を随分ゆっくりにして、ちゃんとしたポイントに合わせるような動作になりつつありますね。じゃあ、ここから上、下から上に行きましょう。三菱のマークはありますけれど、今回 JAXA のマークないように見えますね。はい、それでフェアリング、下の1段2段と直径が同じ4メートルのフェアリングになります。もう一回この辺で整備をしている人とかも動いているのがわかるかな。下に映っているのが人ですので、いかにこのロケットが巨大なのかがわかるかなと思います。もうちょっと、もう少し奥に、こっから以前見たときは、鉄塔にギリギリ隠れないぐらいのところまで押し込んで終了だったと思うので、もう少し動きますね。はい。今47分ですが、だいたい30分から移動を始めて、47分で、ここまで移動してますので、かなり、速いスピードです。で、この後、まあ、打ち上げのポイントというか場所に、きっちり、発射台を置きましたら、この後、第1弾、第2弾に液体燃料を、充填する作業が始まります。
そうすると、種子島のこの3キロ圏内っていうのは、立ち入り規制区内となって、関係者以外は入れなくなります。この移動の間はまだその爆発物というかロケットに燃料が全て入っているわけではないので、立ち入り規制が短いんですけれども、燃料が充填されると、範囲が広がるというルールになっています。今、まあ、爆発物というか、まあ、燃料として積んでいるのは、横にある SRBA と呼ばれている固体燃料の部分の、のみになります。移動が終わってから液体燃料を、充填するような形になります。指令破壊用と言われているのは、まあ、8月に不具合があって改良したところですが、あれはロケットがコントロール、まあ、打ち上げてからコントロールできなくなったり、コースを完全に外れてしまうとか、それで危険が及ぶ場合に使うものですので、爆発物とかそういうものとはちょっと違いますね。キンコンキンコン言ってるのは、風がちょうど、機体の方から吹いてるような感じなので、私の耳には一応聞こえてます。空耳かもしれませんが、聞こえてますね。はい。という形で、もう移動が大体終わってしまったかな。左にあるのが、まあ、充填のポンプとかの設備になっていて、で、今、鉄塔に半分隠れちゃってますが、移動発射台がありまして、またこれまた鉄塔に隠れちゃってますが、H2A という形になってます。で、一回引きますと、まあ、左の、四角い VAB と呼ばれる建物から、右側の第一発射台、発射点ですね。のところまで、だいたい500メートルあるんですが、ここを今、およそ30分かけて移動が終わったところになります。はい、はい、いくつかコメントを拾わせていただくと、はい、今、現地から生放送をしています。今日、そうですね、海穏やかです。風もあまりなく、空も今ほとんど雲がない状態で、すごい綺麗な星空が見れてます。今日、今まだ月も出てないので、本当に星綺麗ですね。ちょうど台風が過ぎて、大気の、もう随分綺麗なのかなと思います。ごめんなさい、このカメラと今やってる撮影の環境だとちょっと星は見えませんが、肉眼では結構見えてます。18号機の